これ罠があるんで踏まないようにして、食われてる食われてる、キャスターのなんちゃらで、これがね、確かこうじゃねえよ、ここか、あれ違う、なんだ武器か、違う、え、なに、あったわ、そう、これこれ、あ、盾か。盾はいらねえわ。はい。これ拾って、こっからです。ほい、ほい、ほい、ほい。金属の指輪。はい、体力上がる。で、さらに奥に進む。で、ここでアイロン真珠。お目当てはこっち、恐怖のかぼちゃ。これがね、めちゃくちゃ強いのよ。なんならラストまで持っていけるぐらいの性能を秘めている。まあ、性能って、まあ、防御力が高いだけなんだけど。ってことで、まあ、唾液耐性は低いけどね。装備！ヘイ。パリデイ、パリデイ、もういっちゃう、読めとるけーの、よいしょ、これ拾って、オーマイガッド、飲んで、いた、やるやん、よし、んで、こっち行って上上がって上上がって左行ってでやるとクレイモアが手に入るけど、使えたっけ、使えんかった気がする。で、ここ罠があるんで飛び越えて左、あ、いけんわ、じゃーん、そうだな、装備できないね、そうだよね、わかる、よいしょ、で、鍛冶屋、特にだ、
ベルアップだ。間違えた。で、確か取ってる。ああ、だよね。じゃあ、フレームは使えるんだ、俺は。回復ポーション取って、筋力強化。よし。何があるかな。そんなないね。恐怖のかぼちゃでもいいけど、そうね。まあいいか。絶望の中で抗うことにどんな意味がある。他の者たちはすでにひざまずいた。お前もその中に加わるか。いい、なんとも勇敢で、しかし愚かなら高貴な心よ。ならばもがくがよい。血を流し落ちるがよい。やがて傷つき砕け、自らの血と涙で呼吸を詰まらせ、息も絶え絶えになる時が来る。その時お前はひざまずき、私に飲み込まれるだろう。うるせえ。何もできなかったわ。おい、強いね、やっぱ。レベルにぴょん。せーん。ほい。ほい。なんか指輪出た。暗黒体制、うん、いらん。一回飲んどくか。で、ここは下行って壊して、ここにあるよ。ゲット。布で包まれた指輪、これは確か強かったはず。ロールの速度が上昇。変わってるかな。はいはい、ゲット。こっちはないよね。はい、さあどんどん行きましょい。案内にぴょんこ引っかかりまへん。で、ここを降りてボス戦じゃい。微笑みの女王ワルトンコ。これそんな見た目ない。ほい、ほい、無駄無駄無駄。ほい、いけー。当たったわ。ほい、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 よいしょ、よいしょ。おいでー、おいでーい。まだ来ないです。回復きた。やるね。ほい、
ほい。ほい。ほい。はいはいはい、避けるよ。これ当たらん。ほい、避ける。からの、ドーン！やったぜ。金だ金だ、拾え拾え。余裕だぜ。こっち行って、宝箱買おう。料理人、料理人のやつってどんなんだっけ。斬撃耐性が異様に高いな。あれなんかそんな変わらん。料理人にすっか。あー、こっちの方が強い。はい、クラが死んで、お、どこに繋がるっけ。あっか、オッケー。じゃあレベルアップしよう。ドゥン。でスキルツリーでめっちゃ順調だな。いい感じ。はいはい。これも取っちゃう。オッケー。見た目が大変面白いことになってきたな。さて降りて、こっちか。暗い。上物拾ってオープン。はい。ファン。月の入った小さな袋。いいえ。あ、ここか。まあ、その前に、そうね、下行くべきだ。ヘイメーカー、大釜。本当は大釜とか好きなんだけどな。はい。オーケー。はい。はい。はい。で、これが欲しかった。アミュレット。じゃね、これだ。これつけると攻撃の届く範囲が拡大する。そして下にも道があって、こっちなんだっけ。行きましょう。暗い、いや、なんか頭抱えてるやつと。あ、ここあれだわ。罪洗い流せますよってやつだな。あ、あ、買う。強い。
待てよ。確か次あ？いや、いいのか。てかさ、行ってない場所あるよ。暗い。なんかおるし。この下行ってねえな、俺。あ、なんだこれ。扉！あ？どこだよ。まあ、行ってみるか。あ？あ、なんかあるわ。アミュレット。これ何？攻撃力が上昇。あ、絶対これ。じゃあ戻っ、あ、嘘。し。まあ、618で済んでよかったね。で、そう、次のエリアが確か、毒じゃなかった。だからこのままだと非常にまずいから。間違えた。これつけて、まあ、これはこのままでいいや。これにして、で、打撃、あー、でも毒物に対して強いな。じゃあこれでいいや。で、よーし。あーと、言ってないところは特にだけど、もうそろそろ時間が時間なので、じゃあ今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回見てくださると幸いです。それではグッバイ世界、またねー。